モーターータジャーナリストの山田浩輝です今回はアバルト595コンペティチオネをご紹介しますアバルトシリーズは今年の2月にマイナーチェンジをしました外観で変わったのは前後のバンパー形状そしてリアコンビネーションランプの形状ホグランプの中身がデイライトタイプに変更されましたそしてアバルトといえばやっぱり速さですねその速さを稼ぎ出すのはこの1.4リッターの直列4気筒ターボ このエンジンはですね今回のマイナーチェンジよりも前に実はパワーがコンペティティオネだけ上げられています160馬力から現在180馬力まで向上しています最大トルクは2 3 0タースポーツモードに入れると2 5 0ターまでトルクがアップしますはいインテリアです基本はですね595シリーズと同じ タイトだけども、えー、ヘッドクリアランスが十分にあるスポーティーなんだけど居心地のいいインテリアです。でこの595コンペティチオーネの特別な装備はまずこのステアリングですね、えー、握るグリップ部分は普通のレーザーになってるんですが切り返していった時に触れる部分を、えー、アルカンターラ滑りにくい素材にしています。でセンターがどこにあるか常に分かるようにっていうことで、えー、ここにマーキングが施されてるんですけどもなんとカーボンなんですね。 もう一個特徴的なのはこのシート、えー、これはサベルトですねイタリアのレーシングカーにも付けられているあのメーカーなんですけれどもこのシートはなんとリクライニング式なんですけれども後ろのシェルがカーボンになっていますあと座面の部分がアルカンターラになっていて滑りにくくなっていたりと、えー、結構本格的なですねスポーツシートになっていますそれでは595シリーズ切手のホットモデルコンペティティオーネで走り出してみたいと思います thank <laughs> you